もしも織田信長がワールドカップに出場したら、サッカー解説者松木安太郎さんもおすすめするシリーズ最新刊実況空想サッカー研究所がついに出ちゃったんです。サッカーの楽しい空想が盛りだくさん。これを読めばみんなサッカー好きになること間違いなし。こんな楽しいサッカー空想しちゃっていいんですか？いいんです。もしもワールドカップが戦国時代に開催されていたら、ワールドカップが宇宙で開催されたら、ワールドカップの優勝トロフィーがうんこ型だったら、リオネルメッシが日本代表だったら、織田信長が日本代表でワールドカップに出場したら、世界最高の監督が日本代表監督になったら、空想研究所シリーズ最新刊読まなくていいんですか？ダメなんです。第1弾サッカー研究所もよろしくなんです。野球研究所、武将研究所3冊も絶賛発売中なんです。